ダジャレイラストー、はい、ウェーイ、はい、はい、はい、じゃあ例題を出します。早い早い、まあ見た方が早い例題こちらです。どん、早速すぎる。コモリコウモリ、正解。よーし、なるほどってやつもう全部わかった、もうこの一枚に全部詰まってたわ。はい、はい、ということで、ここから先6問あります。はい、はい、はい、もうサブなんで圧倒的スピードでいきます。はい、了解です。じゃあ1問目ドン。はい、え、はい、え、あるよね、こうないんだけども、こういうのは、まあこういうこと、こういうない、うん、はい、画面オンカメレオン、まあいいかな、はい、一応想定感が、あ、分かった、ごめんごめんごめん、はい、カメラオンカメレオンだ、正解。あ、なるほどこいつカメレオンか。そうな、カメレオンってね、こう案外見たことないっていうこういうやつスターウォーズで見た記憶があるよあれじゃない、あの、うん、ミュータントタートルじゃん。いや確かにそこらへんそっか、画面オンか、道理でなんかリモートとかさ、そうそうそう、ズームとかいろいろ考えたんだけど、カメラオンカメレオン、なるほど。はい、じゃあジョイマンの、ジョイマンのネタの後ろ側のなな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 なみたいな後のカメラオンカメレオン、確かに。いやこれで分かったんだけど、さっきのコモリコウモリといい、ダジャレとしての精度はまあまあの感じなんだよまあまあそう、 そうぴったりはいかないんだなってことが分かったから、そうそう、あのね、こうイラストのしやすさとかどうしてもあるんかい、あの学生スタッフに書いてもらったんで、こう、なるほどなるほど、自前なのね。そうそうそう、あのこの世にあるイラストではないというか、こうまだあのね、この世で10人くらいしか見てないイラストなんで、いやまあでもバッチリ伝わっておるんではい、じゃあ2問目です。2問目こちらドン。はい、うーん、かわいい、キャタツムリカタツムリ、正解楽しくなってきたよ、楽しくなってきたいいイラストだ、いいかわいいぞうわいいな、キャタツムリカタツムリいいな、うわ、でん伝統だから、なんかでんでん虫なのかと、そういや確かにな、いいですね。じゃあ3問目いきましょう。はい、はいはい、3問目こちらドン。わお、わお、どこ、わお、いやまあまあ、どこかはめちゃくちゃ重要ですよ。カタールカタール、正解。よーし、早い、めちゃくちゃ強い、カタールだったサッカーだった、サッカー、サッカーだ、これ絶対サッカーの方はヒントなんだろうなって、うん、なるほどな、まあサッカーとキュートなのね、11対28の長方形、ああ後ろ黒板じゃなくて11対28の、そうかそうか、緑色に塗られた国旗か、今それ今頑張ってそのアラビア文字使う、あの国を頭の中でいくつか出してた、ね、そんな場合じゃなかった、語る語るでした。なるほどね。それでは4問目、4問目こちらです。バン、とつ、おう、せい、せい、う、互角の互角、正解。よし、今いや互角だって思ってそう、じゃあなんだってなったらよし、もう牛の角もがっぷり四つになっちゃってるわこれはさすがに、はい、ということで、互角の互角でした。ほい、得意だ、菅さん強いな、普段からもう会話が全てダジャレで構成されてるから俺は嫌すぎるそういう人うわ、伊沢もそうだった、いや何これ本編見まだ見てないんだけど、うん、伊沢さんが強かった、まあ当然そうなる、いやそうだよなやっぱ俺対伊沢じゃないとな、でもここで、いや実はだからトム君がむちゃくちゃダジャレが強いっていう可能性を考えてたわけ、そんなイメージないけどねだからこそ強かったなってそうそうそう、そっか、はい、じゃあこれは5問目です。5問目こちら、はい、ドン、誰、え、ごめん誰か分かんないわ、そうこれはね、どなたか分からないと終わりです誰だろう、うわ誰なんだろう、やばいな、まずこれ日本人なのか海外の方なのか分からない、そうそう確かに、はい、日本のミュージシャンですね、日本のミュージシャン、髪が、でも絶対見たことあるよ、髪がゴールド、はい、プロフェッショナル仕事の流儀のプログレスなのですね、あ代表曲が、はい、いやー
ずっと探していたあの人。そう。わかんない。わかんない。あまりに私芸能に疎い。ヒントヒント。ヒント、よくね、怪文に出てきてね、こう、お菓子が好きって。なるほど。それは分かった。じゃあ、でも、お菓子が好き？そう、お菓子が好きな怪文で知られる。で、だとして、はいはい、待って、出てきてないんだよな。お菓子が好き好き、スガシカオさんですね。あ、なるほど。すごいでしょ、今回。すごいんだよ。俺もテレビ、昔テレビで見てびっくりしちゃったんだ。ごめん、だとすると、うん、スマシガオのスガシカオさん。あ、スマシガオか。ちょっと、スガシカオさん、すいません、本当に。申し訳ないです。あの、曲知ってる…ね。歌えたからね。そうなの。歌えたから。はい、ということで、スマシガオ。なるほどな。いや、なんだろうと思って。これも自前？そう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 。上手。上手な絵。上手な絵。上手。スマシガオだし。いや、そうか、これは伊沢さんじゃベストじゃん。あの人音楽も好きだし、ダジャレも好きで、うん、なんかめちゃくちゃな速さで撮ってた。いや、最初ね、アンディ・ウォーホルもこんな顔だったよなと思って。さあ、じゃあ最終6問目です。はい、はい、今4対2ぐらい。そう、いや、3-2かな。 3-2？ あ、そう、6問だよ。そう、3-2取って同点。意外と前線してるよ。問目こちら、バン。わあ、何これ。なんだろう、こいつ何。まあ、ボスよ、ボス。ボス問題です。あ、ボス問題、難しいです。難しい。なんだろうな。まあ、多分空港だろうね、うん、なんかそう。こいつが、無理やりにも作りてえな。左のやつはね、こう形状に注目してほしくって、うん、で、右の人が持ってるのは、まあ、銃です。まあそうですね。そうですね。形状？形状？切り出した発泡スチロールだよな、ね。左のやつってさ、はい、食える？材質に関係なく形状で取ってきてるんで、あの、あ、なるほど。材質の指定がないですね。ああ、そういうタイプ。いけそうになってるな。待って、何これ。いや、最初トッポギに見えてさ、あそんなことないよなと。いや、なんかね、分かりそうな気がしてんだよな。え、形状？形状だし、こう、言われたら分かるんだけどね、この言葉を僕は言ったことがないかもしれないなって思うんですよね。なるほど。いやいや、なんか一発、まず一回なんか言ってな。あの、ご討伐とかないないので、うん、そうなんだよな、なんか一発言いたい。一発言いたい。そう。銃は使う。銃は使う。正直、手荷物検査。密輸、うん、銃。でも驚いてるから自分でパッキングしてないんだよ、こいつは。え、いつの間に入れられてたんですか。私じゃないんですよ。いや、そんな感じ。ちゃんと焦ってる時の顔はないけどさ。まず形状。何だこの、このこいつの形状は分かんない。まあ、円柱じゃん、うん、でもなんかカクカクはしてる。そうだから実は20カク、うん、いや、そうなんだね。 K とかの可能性さらに。そうそうそう。お、20カク中、20カク中20カク数。
いやおすごい惜しい、すごい惜しい。もうそんな感じ。え20。いやいやいや、もう、いや今の結構いけてたよな。数えて。15画中10を画中。もうちょっといける。もう今任意の好きな画中として扱ってる。10画中10画数。あのもうちょっといけます。もうちょっといける。もうちょっといける。18画中10八角中。正解。あーあー八角したのか。なるほどね。いやもうさじ加減じゃん。絵でわかんねえよ。いやあの数えればよかったんですね。いや数えねえってこれ。1、2、いけんのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18かも。ゴリ押しすぎる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。良いイラストでしたね。いいですね。なんかね、最初あれかと思った、あのギリシャの柱とかさ、うん、分かる分かる、そういうタイプかと思って、だから形状が大事だから、その数はいらないんだろうなってちょっと思ってたよ、うん、必要だったね。いや必要だったね。いや拡張を言いたい、絶対拡張じゃないといけないんだろうなとは思ったんで、うん、いやそう、いや良き良きダジャレイラストだった。3対3か。3対3、互角。互角だ。あの互角の互角だったな。はい、さよなら。さよなら。早い。パンパンいった。